フライングはございませんでしたので、決勝 MA の方も絶対にフライングしないように気をつけてください。それではこれよりタミチャレ F104 クラス決勝 MA 4分間のタイムレースがスタートとなります。マーシャルの方もよろしくお願いします。それでは参ります。ドライバーオンザトーン、さあ各社スタートしていきたい。ゼッケン1番の荻原圭選手、3番の奥山選手、2番の酒井選手、5番の山下選手、8番の永井選手、以下清家選手、本間選手、川島選手、原選手、高野選手と続いていく。さあ荻原圭選手、現在のところ投稿投稿中、バックストレートエンドを通過、ホワイトレッドのガラリングマシン。さあこれを受けるゼッケン3番の奥山選手は 0.7 秒差というところ、しかし2番手争いは激しくなってくる。さあ2番の酒井選手は2番手を投稿するゼッケン3番の奥山選手との差が 0.06 秒差というところ。さあここは激しいバトル、2番手争いを繰り広げていく。さあ3番、2番、5番あたりが激しいバトル。さあ時間の方は50秒が経過です。お呼び出しに、ああ、すまないですね。はい、まずは前回1番の荻原圭選手、トップを走行中。さあここでコントロールラインを通過して、さあトップ6周目に入っていった。さあ2番手争いは前回2番の酒井選手、3番の奥山選手、5番の山下選手とついていく。その差は 0.2 秒差というところで激しくバトルを繰り広げていく。さあ時間の方は1分15秒が経過。さあ2番手争いが激しい中、前回1番の荻原圭選手はトップを守っていく。その差は 2.2 秒差まで開いていった。さあ2番手、前回2番の酒井選手、このままにトップに逃がしてしまうのか。さあその差は 2.2 秒差。さあ前回3番の奥山選手も少し遅れて1秒差というところ。3番手、4番手は前回5番の山下選手が受けている。この差は 0.06 秒差というところ。おっと、1台マシンが転倒。さあそれにつながるようにマシンがちょっと混乱状態になってきたか。さあ現在トップは前回1番の荻原圭選手、操縦台前からインフィールド入ってコントロールラインを間もなく通過していく。さあここで10周目に入っていったベストラップも唯一周回数13秒055というタイム。さあ2番手ゼッケン2番の酒井選手は 2.6 秒差で引き離されて、3番手ゼッケン3番の奥山選手も 1.1 秒差というところ。さあ現在順位は1番、2番、3番、8番、6番、9番、4番、5番、7番、10番という展開で、すでに折り返し点の2分を経過、2分15秒が経過しているところ。さあ荻原選手、このまま逃げ切っていけるか、それともオレンジの先にゼッケン2番の酒井選手が最後に猛追していくか。じわじわと引き離されて、総差は 3.0 秒差。3番のゼッケン3番の奥山選手、こちらも 1.6 秒差まで開いてしまっている。さあ4番手争いは8番の永井選手、6番の関根選手、9番の本間選手と激しいバトル。さあ時間の方は間もなく2分45秒になろうというところ。さあコントロールラインをゼッケン1番の荻原圭選手が抜いて、超えていった。さあこれで14周目。2番のゼッケン2番の酒井選手の差は 3.3 秒差。3番のゼッケン3番の奥山選手は2秒差というところ。時間の方は間もなく1分になろうというところです。さあレッドホワイトのカラーリング、ゼッケン1番の荻原圭選手、ストレートエンドから間もなく掃除台前インフィールドに入っていく。追いかけるのはボディーがオレンジ、結構オレンジ、ウィングはホワイトのカラーリング、ゼッケン2番の酒井選手だが少し離されて前回。3番のゼッケン3番の奥山選手、ホワイト、ブラックのカラーリングマシン。その後ろゼッケン8番の永井選手、6番の関根選手を続いていく。以下9番、4番、7番、5番、10番という展開。時間の方はしかし残り30秒となってくる。さあ現在トップ走行ゼッケン1番荻原圭選手、コントロールラインもこれから通過して、さあ18周目。さあ残り時間はあと20秒、もうあと2周あたりいけるでしょう。ゼッケン2番の酒井選手も少し離されて18周目に入っていった。3番の岡山選手も追いかける。1番、2番、3番、8番、6番、9番、7番、4番、5番、10番という展開で残り時間はあと5秒。さあこれがラストラップになってくる。さあ現在ゼッケン1番の荻原圭選手、当日は前のインフィールドを抜けていく。さあここで最終コーナーを回っていって、決勝 NA ゼッケン1番の荻原圭選手がストップゴール。2番ではゼッケン2番の酒井選手、3番ではゼッケン3番の岡山選手とついていく。8番、6番、7番、9番とゴールして点差ゴールイン。タミチャレ F104 クラス決勝 ANA はゼッケン1番荻原圭選手が優勝です。おめでとうございます。それではお待たせしました、タミチャレ F クラス